こんにちは、海外進出応援 YouTuber のケントです。はい、というわけで本日はですね、海外ビジネス大学プレゼンツ、全12回特別講座というところで、第10回ですかね。これまでですね、英会話のお話しました。ただ全体的には、4つのコースに分かれていて、まず、アジアの現状、そして事業戦略の話しましたね。で、その次が営業戦略、そして3つ目が映像戦略。で、4つ目が、この英会話。この英会話すごく重要なんですよっていうお話を前回したと思うんですけれども、やっぱり今コロナで画面越しで相手に話さなきゃいけないということは、なかなかやっぱり熱量だったりとか、その人間味の部分が伝わりづらい環境の中で、我々海外の営業の現場で戦っている立場としては、やはりメーカーさんの代表者さんが一言でも英語を話せてくれた方が有利に持っていけますよっていう気持ちで、この4つ目の講座を作っております。では次いきます。今日のウィーク10で分かることはですね、その東南アジアで売り上げを生むための具体的な英語の勉強方法だけをまずお話ししようと思います。で、今日の話は前回の第9回ウィーク9のお話ともリンクしております。もっと言うと、話の3つのポイントのうち1つ目の、映像企画に沿って勉強するというところに関しては、御社の映像を作ったこの企画に沿って英語を勉強した方がいいんですよというお話をするので、それに沿って、そちらの方も見てください。はい。で、2つ目が、反論処理を事前に考える。これ2つ目のポイントですね。で、3つ目が、アジア出身の方と英語を勉強した方が一石二鳥ですよというお話を、簡単に短くしていこうかなと思います。では次いきます。はい。では、まあ、いきなりね、こういう風に勉強しますよって言っても、なかなかイメージが湧かないので、ちょっと例えばで、こういった商品を、商談で持っていく、営業していくっていうことを想定して話を進めていきましょう。まあ、我々のご縁もあってですね、化粧品、最近扱うことが多いんですけれども、テーマ化粧品にしましょう。で、差別化がしやすいように、男性特化型の化粧品というのをちょっとテーマにやってみようと思います。実は今インドネシア、ベトナム、シンガポールで男性用の化粧品の市場もかなり大きくなってますと。で、ユーザーの動向を調べると、何を気にしているかっていうと、保湿、毛穴ケア、美白だそうです。なので、今回は、こちらですね、この、文章に沿って、考えていこうと思います。この紅葉というのはですね、うちのスタッフの名前で、名前を借りております。ということで、ブランドネーム紅葉は、この男性のアジアビジネスマンに特化した化粧品ブランド、化粧品プロダクトですよっていうことを、一番伝えたいことになると思います。ではここから一つ目の英語学習のポイントです。このまず一番伝えたいことっていうのをちゃんと言語化して、その、文章をもとに英語を勉強していくのが一番いいお話です。一番いいですというのが今日のまず一つ目のポイントです。例えば、紅葉は日本で生まれた、化粧品です。開発された化粧品です。特にアジアのビジネスマンにとってですよ。ここはもう確実に商談で使いますよね。で、日常会話って、例えばデートのシーンだとか飲みのシーンとか友達と話すシーンって、もうかなり場所がね、幅広すぎて特定されないっていう難しさがあります。ただビジネス英会話って、要するに何言ってんの、どういうメリットがあるの、価格いくらなの、交渉できるの、もう想定が可能なんですね。ということは、じゃあそれを事前に文章で言語化して英語を勉強した方が一石二鳥です。ということで、例えば今回の商品であれば、Koyo is a Japan-born cosmetic product developed for Asian businessmen。 この文章をもとに作っていきましょう。御社の場合なんですかという感じで、考えていきながらですね、今回のお話聞いていただければと思います。まず一つ目です。一つ目は、映像企画に沿って勉強するというお話です。この映像企画、すなわちセールストークですね。映像企画イコールセールストークイコール商談で使う英語ですよ。ここがすごく重要なポイントかなと思います。では二つ目いきます。次です。はい。反論処理を事前に考えるです。まあ、先ほどの話とかなりシンクロします。どういうことかというと、ビジネス英会話って、すごく難しそうと思われる方いますけれども、全然難しくないです。なぜかというと、話すことがほぼ決まってるからです。というのが前回の、一つ前のスライドのお話ですね。で、もうちょっと言うと、大体その商品について質問される内容ってある程度想定できませんか？いかがですか？営業トーク、営業スクリプト用意されている会社さんとかもいると思うんですけど、大体、質問されてくる内容って予測できます。
じゃあ例えば今回の「Core is a Japan Born Cosmetic Productive」だだだだだ、この文章においては、よくされる質問、サンプル、輸入できますかとか、あとは価格いくらですか、上代いくらですか、末端価格いくらですか、掛け率どれくらいになりますかですね。でその次成分、成分で言うとニュートリションとかですね、イングレディエンツとか、あとは使い方というと usage、とか how to use とか、まあ、いろんな言葉があるんですけれども、そういったところって予想ができるんですよ。なので、日常会話とかビジネス会話ってすごく広いイメージ持たれている方多いと思うんですけど、そうではないです。もう戦略が全てです。じゃあ戦略が立てやすいのって何かっていうと、営業トークをしている中で反論処理、どんな質問が来るかに関してはもうほぼほぼ予測が立てます。まずこの2つ目のステップをちゃんと、これからの英語学習に生かしていただきたいと思います。では次いきます。はい、次がですね、誰と勉強するかというのが大事ですよというお話です。もうこれはズバリこの通りですね。アジア出身の方と英語を勉強した方が、一石二鳥、三鳥、四鳥だと思いますというお話です。はい、どういうことかと言いますと、まず1つ目、彼らはですね、英語をファーストランゲージ、母国語として勉強していません。すなわち我々日本人と一緒なんですよ。で英語ってなんかやっぱり難しいですよね。なかなか文法が違ったりとか、アルファベットが違ったりだとか、発音が全然違ったりとか。でそのわからない気持ち、わからないポイントが彼らにはわかります。はい、というところで、まあもちろんね、ネイティブのアメリカ人とかイギリス人と勉強するのも魅力的なんですけれども、そういったわからない気持ちがわかるベトナム人、フィリピン人、マレーシア人、ね、英語話せる方たくさんいらっしゃいます。その方と勉強した方が一石二鳥です。じゃあ、もっといいとですね、二つ目は、彼らと、商品の相談ができるというところが、非常に魅力的なポイントなんじゃないかなと思います。今回の話の前提はですね、日本企業、我々が、推奨しているのは、まず東南アジアでポートフォリオ全体の1割を狙っていきましょうというお話においては、東南アジアで、ね、実績を作ることがおすすめですよという話をしています。なかなかアメリカ、カナダ、オーストラリアとかイメージしづらくないですかね。そうですかね。はい、でいった状況においては、ネイティブな、国、アメリカ、イギリス、オーストラリアの先生と勉強するよりも、これから進出するであろうタイ、ベトナム、マレーシアの国の人と、この商品についてどう思いますかと、この商品ベトナムでいけると思いますか、デザインどう思いますか、売れると思いますかっていうのをラーニングインリングリッシュやった方が一石二鳥じゃないですかというところで、アジアの方と、勉強した方がいいです。じゃあそんなアジアの方どういうふうに見つければいいのかっていうと、実は3つ目、国内にたくさんいらっしゃるんですね。アジア出身の留学生、もしくはもうすでに就労している方、周りに聞いてみてればいいかと思います。でもし本当にないという方であれば、ぜひお問い合わせください。私がやってます株式会社ゴーバンドミですね、この留学生、アジア出身の留学生と勉強が、できます。経営者が売り上げ上げるための英語勉強っていうのを推奨しています。はい、ということで、今日はですね、ビーク10のお話をさせていただきました。売上が上がる英語の勉強方法ってどうやったらいいのっていうお話を、しました。次回はですね、実際に今日発表したスクリプトを使って、視聴者の皆さんと一緒に勉強してみたいなと思います。なんで発音の練習、単語の練習、その他もろもろっていうのを、一緒に僕と勉強していきましょうということで、本日の講座終わりたいと思います。それではまた、次回の講座で会いましょう。さよなら。ご視聴ありがとうございました。海外ビジネス大学では東南アジアへの販路開拓術、事業者に必要な英語プレゼン術をレクチャーしています。そしてゲスト企画も用意しています。海外ビジネスに失敗したしくじり経営者、留学生の研究を特集する外国人の卒論、海外進出のためになるコンテンツをどんどん配信中です。次回の配信もお楽しみに。間に合った。